はい、皆さんこんにちは、ヌヌペンです。ルルアンのアトリエやっていきますよ。いしょ。さあ、トトイちゃんに議会に来てくれって呼ばれたところですね。よし、やっていこう。で、前回はドラゴンを倒したところだね。いやー、なかなか手強かったですよ。トトリさん。おそ、トトリちゃん来たぜ。ルルアちゃん、よく来てくれたね。はい、トトリさん、オルトガラクセンで言ってた課題じゃないって。その前に、はい、これこれってアトリエの営業許可書。あ、よかったね。あ、お姉ちゃん、あたしから説明しちゃっていい？どうしたの？うん、お願い、ピアナちゃん。あのね、ルルアちゃん、そのごめん、課題のことは全部嘘だったの。はあ、何、どういうこと？ちゃんと説明して。営業許可の更新は手続きだけしちゃえば終わりだから、どんなにすっぽかしても課題なんて必要ないんだよ。じゃあ私しなくてもいい仕事したってこと？つまりどういうことですか？だったらどうして課題なんて。それはね、私がルルアちゃんの力を見てみたかったからだよ。お前かい。トトリちゃん、どういうことよ。私の？うん、正確に言うとルルアちゃんとアルケミリドルの力かな。あ、ピアニャちゃんから聞いたよ、ルルアちゃんの持ってるミドルについて。ルルアちゃん以外には読めない高度な錬金術の知識が書かれた本。今まで一回も聞いたことないからね、ちょっと気になっちゃって。なるほど。トトリさん、リドルってとってもすごいんですよ。なんてったって私の知りたいことがすぐに浮かんでくるんですから、本当にすごい本なんです。そうだね、ルルアちゃんがアルケミリドルのおかげで成長してるっていうのは間違いないみたい。でもね、ルルアちゃん、あんまりリドルに頼りすぎてもダメだよ。そうだよ、のび太くんみたいになっちゃうよ。え、どういうことですか？便利なものに頼りすぎるといつか足元を救われるかもってこと。そうだよ、ドラえもんがいつまでもいると思うなよ。いざという時、リドルがなくても行動できるようにこれからもしっかり勉強しなくちゃダメだよ。そう、ドラえもんに頼っちゃダメ。もう、わかった。リドルがなくても。はい、わかりました。ありがとうございます、トトリさん。わかってんのかな、本当に。飲み込み早くねえか。うん、よろしい。今回は試すような真似をしてごめんね。まあしょうがないな、トトリちゃん可愛いから許してあげる。これでアトリエの営業許可の更新は終わり。これからはアトリエの主として頑張ってね。うん。はい。はい。アトリエの主？あー、ルルアちゃん、許可証見てごらん。ふん。営業許可証。アーキュリス、ルルアのアトリエ。天使エルメルリアフリクセル。なんと、どういうことですかこれ。ロロナちゃんのアトリエじゃないの？ルルアのアトリエって、ロロナ先生が更新をあんまりにもすっぽかすものだから首相が怒っちゃって許可が下りなかったんだよね。首相怒らせたと。それで仕方なくルルアちゃんを天使として更新したの。いい名前だと思うよ、ルルアのアトリエ。すげえな、国のトップを怒らせたんだ。アトリエの主として、これから頑張っていてね、ルルアちゃん。あらやだ。この時はものすごく驚いたし、いろんな感情が頭の中をぐるぐる巡ってた。アーキュリスへの帰り道、
みんなにずっと相談してたのを覚えてる。大きかったのはお母さんのアトリエを私なんかが受け継げるのかっていう不安と重圧。でも私の思いに関係なく手続きは進んでいって、結果的にはいい気持ちの切り替えになったのかも。だからこれは継承の章、私の物語の一区切りと新たなる始まり。なるほど。はい、第4章、運命の章。だからロロナからルルアへアトリエが継承されたってことか。うんうんうん、だいぶ日にちが経ちましたね。1週間ぐらい。はい、数日後。はい、トロフィーを獲得しました。新しい看板と、あ、ルルアのアトリエの看板か。ルルアのアトリエ、うわ、本当に看板が変わってる。そりゃそうよ、ここはルルアちゃんのアトリエなんだから。うん、とってもいい看板だと思う。ねえ、なかなか素敵な。そりゃそうだけど、私には重荷だよ、重圧が。これからしっかり頑張りなさいよね、ルルアちゃん。はい。それじゃ、看板も掛け替えたことだし、私のアトリエに帰るわね。まったね。ビアネさん、また。ちゃん元気ないね、どうしたの？そりゃ元気もなくなるよ、将来が不安すぎるんだもん。不安？うん、メギは私のアトリエだけど、ここはもともとお母さんのアトリエでしょ。つまりだよ、私が適当なことをやったらお母さんの評判が下がっちゃうってことじゃない？あ、そんなのやだよ、どうしよう。エヴァてかお母さん出てこねえな。どこほっつき歩いてるのかしら。心配しすぎな気がするけど、今のルルアちゃんならアトリエのお仕事もバッチリこなせるんじゃない。あ、エヴァちゃんナイスフォロー。ううん、そんなことないよ、そりゃ昔よりはマシになったけどさ。大丈夫だよルルアちゃん、自信持って。母さんとか師匠に比べたらまだまだだよ。どうすれば。ごめんねエヴァ、ちょっと師匠に相談してくる。え、ああ、うん、行ってらっしゃい。自分のアトリエできるってなってからずっとこんな調子なのかな。あ、エヴァちゃんが心配してる、ごめんね。はい、戦闘アイテム装備枠と探索道具枠が拡張されました。本当に？あれ？いや、そんなことないな。え？多分探索道具の方は、拡張、あー、されてるか。おー、すげえ。じゃあ、職人の鍵と、あと、動画外で作ったこの、はい、葉っぱ用フラム、妖精の袋、そして、手紙の顔、オッケー。で、あ、これか、これがちょっと増えたんだ。あー、本当は増えてる、よかったよかった。オッケー。じゃあピアニャ師匠に相談しようが予定表に追加されました。ピアニャちゃん、助けてほしいの。ナノマスターいらっしゃいます。あ、どうもチム。ありゃ、ルルアちゃん、どうしたの？てっきりあっちのアトリエで調合でもするのかと。
なんかピアニちゃんってこうなんか声のなんかトーンというかなんか上がりさイントネーションかイントネーションがちょっとおかしいんだな。人生相談いいですか。選手としてロロナさんの評判を落としたくないか。はい、そうなんです。どうにかなりませんかね。どうにかって一つしかないんじゃない。ルルアちゃんが錬金術師として成長すること。まあそんな身も蓋もないことを。それでどんどん仕事をこなして実力と人気を兼ね備えたアトリエになっちゃえばいいのよ。まあそうなんだけどね。成長か。でもどうすれば。その答えリドルに書いてないかな。またケツ光らねえかな。現実に勉強していくのが一番じゃない。別に焦ることはないと思うけど、実際ちょっと前に比べたらとんでもなく上達したでしょ。その成長速度羨ましくなるくらいだもん。そうかもしれないけど、もっともっとお母さんのためにももっと錬金術上手くなりたくて。ん？ああ、血液かった。行ったそばから。どうしましたか、ナノマスター。まさか。リドルが光ったような。やっぱり新しい文章が増えてる。ああ、リドルさんありがとう。手のかかる持ち主ですいません。フェルスガラクセンの扉？そっか、そういうことか。なんて書いてあるの？壊しちゃえばいいんだ、あの扉を。なんだなんだ。え、壊す？どういうこと？扉とはフェルスガラクセンに入ってすぐにある大きな扉のことですか？そうそう、あの扉って困りものなんですよ。あの扉のせいで奥に行けないんです。ああ、そもそもアーキュリスってフェルスガラクセンの調査のために作られたんだよね。うん、はい。しかし内部の調査は難航、それゆえ人が離れ今では寂れてしまっています。こらジムドラゴン、言い方ってものが。いいんですよ、それは本当のことだし。でもだからこそ扉を壊すんです。私があの扉を壊せばアトリエの評判も上がる。で、扉を壊すために勉強すれば錬金術の腕も上がる。なるほど。さらにさらに調査が進んでアーキュリスも豊かになる。みんな幸せになれる。さすがはリドル、いいアイディアをありがとう。アルケミリドル、本当に一体。そうとなれば解読を進めてみよう。よっしゃ、燃えてきた。はい、それでは強力な爆弾の手引きの解読が開始されました。なるほど。どれかな。メニュー、解読中。これか。頑丈な壁をも吹き飛ばす強力な爆弾の作り方。鍛冶屋がよく用いる高純度油を燃料とする。フラムに最大火効果を発現させることができれば、その破壊力も申し分ないものとなる。どうすればいいのかな。ちなみにこっちには、なるほど。アールズ・アーランドにもまた行っていいかもね。一回行ってみましょうか。さあ、それでは、新しい場所が。はい、新たなルートが開示されました。フェルグ・ガラクセンか。じゃあ、まずは、アールズ行ってみましょうか。はーい。さあ、アールズには何があるかな。なんかごついと。おっと、悪い嬢ちゃん、
ちょっとばかし考え事してた。そしてなんか悪そうな人。あ、はい、大丈夫です。ごめんなさい、こっちこそ。気にすんな。じゃあ、お互い様ってことで。じゃあな。財布すられてない？大丈夫？おお、大きい人だったな。冒険者の人かな。なんだか急いでるみたいだったよね。ちょっと気になるけど、まあいっか。で、どこ行けばいいのかしらね。目的目的っと。そう、アルケリミドルを解読しないといけないんだ。一回パメラちゃんのお店に寄ってみましょうか。はい、パメラさん。あの、パメラさん、一つ聞いてもいいですか？うん、いいよ。もちろん。どうしたの？結構前から気になってたんですけど、このお店って儲かってます？もう買ってないんだ。またのお越しを。ごまかした。ごまかしましたよね、パメラさん。ごまかしたね。そんなことない。ボスだったから。だって儲かってるのかしら。私に聞かないでくださいよ。っていうか、そう思ってないから聞いてるんです。パメラちゃん、こんなに商売下手だっけ？お客さんは来ないし、お客さんが来ても物珍しそうに商品を眺めるだけだし、たまに物を買っていく人がいてもパメラさん、よく値段間違えてるし。あら、そうかしら。はい、私も儲かってるかどうかとかあんまり気にしないんですけど、さすがに心配になったので。そのパメラさんのお店がなくなったら嫌ですし。うん、そうだね。ルルは心配しなくても大丈夫よ。だって今までも大丈夫だったの。そういうこと聞いてんじゃないのよ、パメラちゃん。いや、あのこんな方法だったんかな。あのね、好きこそものの上手なれって言うでしょ。あ、めんどくさいアホだな。私、このお店が大好きだもの。だから、きっとお店もうまくいってるはずよ。なんでこんなアホになっちゃったのか、パメラちゃん。あの、パメラさん、それはちょっと違うような。まあいいや。諦めないで。諦めないであげて。パメラさんがこの調子ならせめて私がたくさん買い物をするようにしよう。いや、それはどうかな。パペラさんのためになんないじゃん。次は何を仕入れようかしら。もう買わないからね。楽しみだわ。心配だな。まあ、なんか品なんか増えたら教えてね。あらあら、そう、なんかあるかな。レシピとかあるんだったらいいんだけど、ないじゃん。あ、でもフロジスタはちょっと欲しいな。あ、ちょっとじゃあ買っといてあげよう。はい、じゃあこんなもんで。はい、これで、ペンデロークもちょっと買ってあげよう。はい、こ、ま、じゃあ、はい、また来るよ。さんにもちょっと顔出しておこうか。ケーナさん。あ、ケーナさんだ。リーナさんじゃなかった。ルルアさん、ようこそお越しくださいました。こんにちは。お仕事の途中でしたか？いえ、大丈夫ですよ。ほぼ終わったところでしたので。いつ見てもお美しいケーナさん。敏腕敏腕、言うのを言うの。
昔からとてもいい子じゃったが、誰だ大きくなって随分と芯が強くなったの。そうじゃよそうじゃよ、ケーナちゃんはアールズの誇りじゃ。ちょっとピアニャさん、アノンさんにマクベスさんまで、もうからかわないでください。アノンさんとマクベスさんっていうのか。まったく、いや、からかってないよ。いやいや、からかってなんかいないって。私は本当のことしか言ってないわよ。そうよ、メルル姫がいなくても一人で役場を切り盛りする敏腕役人。またそういうタイプの人が苦労してんだな。そしてみんなから愛される通称アールズの孫、それがケイナちゃんだものね。めっちゃ喜んでる。そうじゃよそうじゃよ、ケイナちゃん、あめをあげようね。ありがとうおばあちゃん。ありがとうございます。じゃなくて、忘れてください。ルルアさん、みんなして私をからかうんですよ。まったく、もう。いや、からかってないって。え、からかってるって感じじゃないじゃないですか。心の底から思ってるっていうか多分師匠も含めてみんなケイナさんのことが大好きなんでしょうね。大好き。ルルアさんまで、もう知りません。この人頑固だな。でもそんなところも可愛い。あ、怒って帰っちゃったの。あら、行っちゃった。うむうむ、ケイナちゃんは昔からテレ屋さんだからね。このおじいさんとおばさん、前を届けいたかな。そうじゃよ、まあそこが可愛らしいんじゃが。そういえばアノンさんや、可愛らしいといえば昔ケーナさんすごいな、みんなから本当に慕われててでしょう。ま、全部あの子の人柄と努力の賜物かしらね。アールズで困ったことがあったらケイナちゃんに聞くべし。これが鉄則よ、覚えておきなさい、ルルアちゃん。はい、わかりました私もいつかあんな風になれたらな。だから、じゃあ一回ケイナさんに聞いてみようか。どの依頼を受け、水をごくごく飲みたい。じゃあ、こうで、こう、はい、ありがとうございます。アイライクリアで、そういうこと聞いてるんじゃなくて、こっちのメインページを進めたいんですけどね、どうしたらいいですかね。あー、ダメか、時間がないわ。はい、さあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしあちゃんの登録、高評価お願いします。ムテでした。さよならー。